京王吉祥寺駅ビル。京王吉祥寺駅ビルは、東京都武蔵野市吉祥寺南町にある、駅ビルである。吉祥寺駅、南口側にあり、京王電鉄井の頭線のほか JR 中央線及び駅ビルアトレにも直結する。現在の駅ビルは2014年、平成26年4月に竣工キーテナントは、京王電鉄運営の商業施設。 キラリナ慶応吉地寺で二千十四年四月二十三日に開業。千九百七十年昭和四十五年に完成した旧駅ビルは老朽化により二千十年平成二十二年に取り壊し、その後改築工事を経て二千十四年四月に新駅ビルが完成した。千九百七十年昭和四十五年十一月ターミナルエコー、ターミナルエコー。 ビル名称、吉祥寺港ビルの名称で、地上8階、地下1階からなる、テナントビルとして開業した。主に中、高層階を、専門店とレストランなどで構成しており、屋上には遊戯施設も兼ね備えていたほか、下記には、ビアガーデンも開設されていた。しかしながら、駅に直結する一等地であったにかかわらず、駅周辺からのアクセスも不便であったことなども、災いし、 また、駅周辺に競合する商業施設の開業も相次ぎ苦戦を強いられる。そして、1970年代中、後期、昭和50年代前期、当時入居していたテナントが、エコービル側の家賃値上げに対して抗議し、店舗が順次退去する事態となり、ビルの大部分が長らく空白の状態となり、1980年代、後期までは、食品スーパーの静岡屋が、 地下1階で営業していたほか、フロアの一部はゲームセンターとしてひっそりと営業していた、地元住民や買い物客らから幽霊ビルとまことしやかに囁かれるまでになる、いわゆる暗黒時代となってしまった。1995年、平成7年、ターミナルエコアー後に、手芸、ホビー用品の専門店、湯沢屋の出店が決定。そして、翌1996年、 平成8年5月1日、湯沢屋吉祥寺店が開店。当時としてはまだ無名だった、手芸、ホビー専門店においては、最大級の店舗が誕生する。湯沢屋の出店により、長い空白の時代に、ようやく終止符が打たれ、20年以上掲げられていた、ターミナルエコーの看板が消滅した。これにより、長年にわたりシャッターが閉められていた2階連絡口も、再開。 かつて、静岡屋があった、地下1階は湯沢屋の玩具売り場となった。各テナントとなった湯沢屋吉祥寺店は、延べ9780メートルと、当時の湯沢屋全店の中で最大の売り場面積を、誇り、手芸ファンやラジコ内向からに重宝されるまでになった。そして、湯沢屋のブランドネームを全国に轟かせるきっかけとなった。その後、2003年、 平成15年3月20日には地上2階、地下1階の駅直結専門店フロア慶オークラウン街が名称をフレンテ地上寺と改めリニューアルオープン。2004年平成16年8月6日には地下1階部分を改装し、京王グループの京文堂書店がオープン。同年9月30日、京王電鉄が約120億円で全館を取得。 湯沢屋が引き続き退職。駅ビルは、京王電鉄が所有する形となり、ビル名称も、京王吉祥寺駅ビルに改称した。そして2009年、平成21年になると、ビル完成40年目で老朽化も著しくなり、翌2010年、平成22年から4年近くかけて、改築工事に着手されることになった。 工事着手の時点で、京王吉祥寺駅ビルには、地上1の8階に、湯沢屋、仮想階に、フレンテ吉祥寺、地下1階に、慶文堂書店がそれぞれ入居していた。湯沢屋は2010年2月28日をもって閉店し、丸井吉祥寺店7.8階へ、縮小移転し4月2日より営業を開始する。同様に、慶文堂書店も3月15日をもって閉店。 丸家移転した。そして、フレンテキ地上時は3月31日を最後に、閉業した。京王電鉄は、ビル南側の井の頭線高架下の買収も、進めており、武蔵野市主導による、駅南口周辺の再開発と連携して一体的な、整備が行われてきた。旧駅ビルは2010年、平成22年秋から解体に着手、改築工事に入った。 同時期の2010年、平成22年3月30日に、吉祥寺論論ンンも閉店し、4月1日に一部が、アトレ吉祥寺として生まれ変わった。アトレは、リニューアル工事を終え9月21日に、全面開業し、現在の形となった。一方で、JR 吉祥寺駅も、京王側と足並みを揃える形で、改築工事を進めた。2007年、 平成19年から行われてきた井の頭、先行架橋の改築工事は2011年、平成23年春に完了し、ホーム、壁面ともリニューアルされた。現在の駅ビルが開業する前は、井の頭線吉祥寺駅は、地上2.3階部分に相当し、3階がホーム、2階が吹き抜けの広場となっていた。この広場部分には、JR 側が、 京王に曲がりする形で券売機等を設置し、JR と京王の券売機が並ぶ形になっているため、ご購入が絶えなかった。また京王は、改札が3階であるにもかかわらず券売機は2階という、特殊な形態になっていた広場から、JR の公園口改札に直結。JR 側の駅ビルである、後れ吉祥寺とも直結するが、構造が複雑になっていた。さらに、 二階三階の一部とそれ以外のフロア、地下一階屋上、湯沢屋等が入っていたが、工事期間中はすべて閉鎖されていた。新築された京王吉祥寺駅ビルは2014年、平成26年4月に完成し、4月23日に商業施設、キラリナ京王吉祥寺を開業。新駅ビルの規模は、地上1から10階、地下1から2階、 高さ53メートル、延べ床面積2万8000メートルと、旧駅ビルよりさらに大きいものとなった。テナントとしては湯沢屋吉祥寺店が丸いから再移転したほか、軽分道書店も再出店している。なお8.9階に出店した、現在の湯沢屋吉祥寺店は3代目で、大型店舗だった初代より、規模は小さいものとなったが、現在も湯沢屋の主要店舗として、 重きをなしている。フロア詳細はこちらを参照。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。